おはようございますすぶっちゃけ丸です今日はですね、えー、親子関係不存在確認申し立てということでですね、えー、そこで行われる DNA 鑑定について、えー、ちょっと分かりやすく説明したいと思います。えーまあ、あの親子関係でね、あのどうしようか、まあ、ある芸能人なんかもね、えー、その実は自分の のつながらない子だったっていうようなことがちょっとワイドショーなんかでね取り上げられたりしたんですけどもその際に、えー、あの DNA 鑑定っていうのはねこの行いましたよっていうことですねであのこの DNA 鑑定なんですけども、えー、DNA 鑑定をするだけならどこでも民間の検査会社でもできるんですけど正式にまあ、まあ、申し立てがあって調べる場合は裁判所が指定した 業者さんここを通さなきゃダメだめだということをまずご理解いただいてですね DNA まあほっぺたの内側なんかからねここがが、まあ、綿棒かなんかで取るんですけどもこれもですねあの裁判所のしっかりです、ね、踏まえないとただあのお金払って調べたからこうでしたああでしたっていうのはすべて採用されませんということですね。であの まあこう具体的にですね DNA の鑑定方法ってどうしてるんですかってことだと思うんですけどもこれはですね実は PCR 法で調べてますとまああの要はね増幅させるわけですね DNA をねそれの,まああの分析でですねえまあ親子関係っていうのが証明できますよとまあこれはですね 父とされる人と子どもとされる、まあ、生物学上の、ね、父である場合の可能性を示してますよというのがその不正指数と言われてます。不正指数は DNA 老化数ごとに算出され鑑定書にその数値が明記されますと老化数ごとに不正指数はその父といわれるものとその子がですね、まあ、その本当の親子である可能性と 未検査無作為一般集団男性がこの父である可能性の比を数値化したものうまあ人たちと一般の人たちですねのまあ10万倍の倍率でその子どもがですね生物学上の父らしいことを意味するということですねちょっと難しいんですけど要は本当の父親と。 まあ、ランダムに選んだ例えば男の人とその子供の DNA に比べた場合、まあ、10万倍の確率で違うんですよということですのでその,、まあ、その部分とあともし3箇所以上です、ね、ローカス状にて遺伝の形跡が認められない場合これは不正室ゼロとなり えー、総合不正指数というのもゼロになりますということですねちょっとねこれ難しい話今しちゃってますね、まあ、あの一応ですけどこういうまあ総合評価の中でですねあの、まあ、確率を求める際の評価っていうのがありまして、まあ、この今っていうのは父かどうかわからないとで10%以下になりますと父らしくない5%以下非常に父らしくない。 1%, 1以下極めて父らしくない0.2%以下父でないと判定して良いとまあこういうことですね。えーまあ、あるね芸能人の,人の人の場合はこの0.2以下だったということでまあ父ではないと判定して良いということで、えー、結果が出ましたということですね。 その中で,です、ね、まあも調べるとよりいいんですね、まあ、もちろんお父さんと,と言われる人とその子どもさんだけでも十分調べられるんですけどここにお,あのお母様が加わることでですねより正確な鑑定、えー、ができるということですねお払拭したいというかですねまあそういった方も世の中ねやっぱりある一定数いらっしゃるとは思うんですけども。 まあその際に、えー、この「ぶっちゃけ丸」の動画ご覧になることがあるかどうかはわからないんですけどもぜひ知識として入れておいてほしいのは日本の場合ですよ日本の場合は DNA 鑑定っていうのは裁判所が指定した会社で裁判所の中で検体を取ってそれをもって、えー、鑑定報告書に基づいてですね 判定結果が出たらそれに従って、まあ、はは判決というかそういったものが、まあ、出るということですね、うんまあ、これはですね家事事件手続き法2277条に基づいて、まああのー、審判されるということですね、まああのー、ちょっとした、ねえー、予備知識なのであれなんですけども あのもしこの DNA 鑑定されない場合は、まあ、例えば民法772条のこう推定でですねその父っていうのが、まあ、血がつながるつながらないにかかわらず、えー、婚姻中ですねに、まあ、生まれた子供ですと、えー、父になってしまいますよっていうような法律があるんですね。しかしこの DNA 鑑定をすることでですね あの親子関係不存在確認申し立てっていうことをされた場合にはまあそ,のこそういったものがですね覆ってしまいますよということでですねまああのこういった事例が最近本当なんか多いらしいんですよねですから、えーまあ、皆様にもですね、まあ、予備知識としてこういった話がねありますよってことであの、まあ、分かりやすくす なったかどうかわかんないんですけどもまあ、ちょっとね動画一本作らせてもらいましたということですね。本日も動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。